はい。ヒルビール放送局、マコネー m エムキャストです。今週も、ついに始まりました。月曜日からぶっ飛ばしていきます。そんなわけで、えっ、ー、と、今日のテーマ、実は、メイクについてちょっとお話したいなと思っていたんですが、ちょっと気になる話題が飛び込んできて、ぜひ、そこに、私はライブに行きたいと思ったんですが、 というお話をしていきたいと思います。実は私はイケメン大好きお姉さんホイホイ系のコンテンツが苦手なんです。<laughs> まあ、イケメン大好きお姉さんホイホイ,ホイホイ系っていうのは私が勝手にあの作った造語で、本当友達関係の中でしか通じない言葉だと思うんですが、あの映画、去年はね、去年というかあの去年の 後半はもう映画三枚だったわけですけども、最近ね、映画館もそうだし、まあ昔からなのかな、ちょっと最近しかわかんないんですけども、あの、イケメンの、すっごいイケメンの俳優さんとかがものすごいいっぱい出てきて、もうね、あの、そのイケメンのお兄さんを見るためみたいな映画とか、うんと、 まあ、イケメン大好きお姉さんたちが夢中になっている、まあ、ゲームのキャラクター、スマホゲームとかのゲームのキャラクターがライブをする映画だとかっていうのが、まあ、最近非常に多いんですよ。で、まあ、私はね、あの、思い返せば、まあ、そういえばジャーニーズもそうだよねとか <laughs>、そう、えっと、まあ、思い当たるコンテンツはいっぱいあるんですけども、あの、実は全部苦手なんです。<laughs> <laughs> そもそもイケメンに興味なくて、そう、私はイケジーファンなんですよね。だから、あの、イケてるちょいわる親父風のおじさまたちが大好きで、まあ私もね、あの、イケてるおじさんたちと同じような歳になってきたわけなんですよ。まあ、悲しくも。<laughs> まあそれで、まあでもね、それでも同級生より上じゃなきゃ嫌だみたいな。<laughs> どん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 私の大好きな池ジいたちはどん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 お年を召してどん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 あの世に旅立っていくっていうのが現状なんですけどもまあいいでしょうそう私の気持ちがいつまでたってもねえっと20代のままなので20代し20代には戻りたくないな私に戻るんだったら30代がいいなでも私の友達のお姉さん先輩お姉さんたちは40代が一番楽しかったって言いますよね うん、だからまあ私も今が一番楽しいっていうことでいいかなと思ってます。で、そのイケメン大好きお姉さんの話をしていきたいと思うんですが、いきなりですね。あの、私の、あの一緒にね、お仕事をしてる友達に、私の大好きなちょっと年上のお姉さんがいるんですけど、彼女は、あの、私が知ってる昔の超オタク、兄タク。 <laughs> アニメオタクのお姉さん。うん。あのー、もうめちゃくちゃイケメン大好きお姉さんで、映画でね、あのー、イケメン大好きお姉さん、ホイホイの映画とかやってると、もう気に入ったのが、気に入ったあの俳優さんが出たりすると、もうあのー、同じ映画をですよ、10回も、1回、私1回、2回だったらまあわかるけど、まあ10回見に行くみたいな、そういうお姉さんなんですよね。 あと、もともとアニメキャラクター大好きでそう、結構ね、渋いアニメも好きなんですよね。まあ、渋いのから新しいのからまだ何でも見るって方なんですけども、たまたま彼女がアニメ大好きっていうことを知ったのは、あの、うん、と何だったかの話題で、あの宇宙戦艦ヤマトの うん。宇宙戦艦ヤマトのリバイバルしたシリーズっていうのがあるんですよ。宇宙戦艦ヤマト2199っていうシリーズの、まあ今でも続いてるシリーズなんですけども、たまたまなんかでその話題になった時に、私はそれあの2199のシリーズすごい好きなんだよね、なんて話をしたら、えー、私は元古いヤマトの方が好きだわ、みたいな感じで、え、古いヤマトが好きなんて感じだから、あの、もともとアニメが大好きでよく見てるっていうのは知ってたし、アニメの話も知ったんですけども、 まあ、出てくる、出てくる。そう。私よりね、えっ、ー、と、5歳だったかな。まあ、あの、5歳までいかないぐらいちょっと年上なんですよね。うん。それで、やっぱね、あの、私が小さくてまだ理解できなかった頃の、あの、アニメとかよく知ってますよね。そう。ベルサイユのバラから、あの、あの、キャンディーキャンディーかな。 まあ私、キャンディーキャンディーは、あの、見た記憶はあるんだけども、その頃は、あの、やっぱりね、あの、私も周りの目を気にする頃があって、なんかね、あの、女の子の、あの、可愛い女の子が出てくるキャラクターのアニメとかは、なんかちょっと見づらい、あの、隠れて見るような感じだったんですよね。で、私の周りは、まあ、小さい頃から、あの、女の子ばっかだったので <laughs>、近所をね、ちょっと一個二個、ね、あの、おねさた、 近所はね、年上のお姉さんたちばっかだったので、なんかね、いつも、あの、まあ、こちゃん、男の子だからこっちに来ちゃダメみたいな感じで、いつも疎外感の中で、寂しい思いをしてました。まあ、そんな頃の、あの、見てたような、見てなかったようなアニメの話が、ボンボンボン出てきて、えっと、例えばね、うんと、まあ、最近、モーニングか何かの漫画でもやってますけども、クラッシャー・ジョーっていう映画があったんですよ、昔。そう 宇宙海賊みたいな感じの話だったかな、運送屋さんの話だったかな、ちょっと自信ないけども、えっと、クラッシャー女とダーティーペアっていう、ダーティーペア,ー、まあ、ーーピアーはね、何だったかな、泥棒かなんかだったと思うんだけど、同じ時系列の話なんだよみたいな話から、もう本当ね、あのそこからずっと今に至るまでのいろいろなアニメの世界を知ってて、まあ、彼女自体も、えー、っとアニメを作る方に、 行きたたかったらしいんだけども現在はあのそういうお仕事ではなく、えっと、こっからそう離れてないところのコンビニの店長さんと。<laughs> そうでコンビニの店長さんだったって方が正しいかなあの最近あの忙しすぎて見たい映画が見に行けないということであのコンビニの店長さんおりまして <laughs> コンビニの店員さんではあるんですけどもようやく自分の時間を作ろうとしたんだけど。 まあね、経験と実績がある彼女なので、まああの、仕事の量は大した減らず、そう、もうなんとか今年中には、あの、コンビニを辞めたいと私に訴えてました。うん。そして、あの、彼女が、まあ私ね、この映画絶対面白いから行った方がいいよとか、この映画行ってお締め探してきなさいみたいな感じのおすすめをしてくるわけですよ。 で、それで、それはそれであの、今はね、16時間断食を始めて、もう映画もアニメもお酒もタバコも全部経ったので、あの、映画に行くことはないんですが、まあ、それでもね、あの、今月の31日から公開される、えー、っと、えー、っと、何だったかな、忘れちゃった。うん、まあ。イケメンホイホイ系の、イケメン大好きお姉さんホイホイ系のあの映画があるんですよ。そう。 それが絶対面白いから行った方がいいっていうかあの、お金あげるから行ってきなさいみたいな感じで言われてるんだけど、お金の問題じゃないっていう話でね、あのちょっとあの時短だ踏んでます、まあ。そういうわけでですね、そのイケメンお姉さん、うんと、アニメを見るのも好きだけど、まあ、プラモデル作るのも好きだし、フィギュアとか買うのも好きだしあのたまにあの10番とかあの特別号とかあの、特別付録とか、 そういう本あるじゃないですか。あの、普通の既存の本の他になんかあの色ついてる。そういうのを買うときは彼女はもう3冊ずつ買うと。<laughs> えっと、自分で見るよ保存するよ。そして飾っとくよ、みたいな。<laughs> 私の中で本当そういうあの、そういう本当、喫水のアニメオタクのお姉さんって、まあね、昔はね、私が若い頃は、あの、 うんと私のせめ長岡でもコミケとかが開催されたので、あのー、まあ、そういう、もういかにもガチ系のオタクお姉さんっていう、あの、方はいらっしゃいましたよ。で、まあ、私の世代はまだオタクっていう言葉が本当あの、キモいって言われた時代なので、まあ、ほんとその中のあの、喫水のオタクさんたちはたくさんいました。 まあね、あのー、私もね、アニメとか、映画大好きだったので、まあ、半分以上形突っ込んでたんですけども、でも、あの、コスプレとか、まあ、同人誌を書いたりとかはなかったですね。うん。まあ、彼女はね、もうコスプレも同人誌も、それも現在進行形みたいな。まあ、今は同人誌にはかかってないみたいですけども、うん。で、えー、っと、そのコンビニを元店長さん。 そこごみの元店長さんね。あの、まあ、私と一緒に、あの深夜、お風呂の、あのスポーツジムのお風呂の掃除をする一緒にしてるんですけども、まあ、彼女は、まあ、別にあのお、お子さんがね、えー、っと、もうお子さんが、もう20代半ばぐらいのお子さんと高校生の男の子だったかな、がいらっしゃるのかな、3人いたかな、2人って言ったかな、いらっしゃるんだけど、まあ、あの、もう、 別に、ものすごくお金かかる時期じゃないと。そう。で、あの、そこまでお金は困ってないと。でも、お金は必要だと。なんでお金必要なんですかってったら。だって好きなもん買えないでしょうみたいな。<laughs> だから、自分で好きなキャラクターとか、好きな本とかを集めるためだけに、えっと、深夜、深夜、スポーツジムのお風呂の掃除のバイトをしてると。そういうお姉さんなんですよね。うん。また、そのお姉さんがね、すごくね、いい方で、 もう私大好きでうそう今は、ね、週1回しか出てこられない出てないんですけども,もうその週1回会うのがすごい楽しみ、うんまあ、深夜といえども、あのー、女性がもともと掃除のお仕事って女性多いですけども、まあ、深夜ってこともあってそのスポーツジムのお仕事はあの男性が多いんですよ大学生だったりとか。 万円一般のお仕事してる方で、まあ、車のローンを払うために来てるみたいな方とか、あの、お小遣いがもらえないから来てるとか、あとは、えっと、お小遣いをもらえない代わりに働く時間を作らせてもらってるみたいな、まあ、そういう方々が多いんですけども、うん。まあ、あの、ちょっと、ちょっと一風変わった人種が集まってる <laughs>。まあ、男も女も。で、えっと、女は私も入れて3人しかいないんです。はい。 そうで、その中の一人がそのイケメン大好きお姉さん、ホイ系のお姉さんで、うんで、えっと、まあ、毎週、毎週一緒に仕事をしていると。で、もう一人は、まだあの専門学校ので働、専門学校で勉強しているあの女の子で、まあ、その子はね、えっと、そこに来るまで、そこに来るまでって、ね、車で20分かかるとか、20分、30分かかるって言ってたんだけど、いや、20分、30分かけて、この仕事、バイトで、 深夜に来るみたいな。そんなに高級じゃねえ。そんな、まあ安くもないよ。まあ普通のバイトより深夜なので、まあいいお値なんですけども、あの、うんと、まあそこまでするだけの価値があるか、なんて言ったらまあそうでもなく、まあそのお姉さんもね、その女の子もね、なかなか、まあ手際が良くて、まあ掃除ね、手抜いてるわけじゃなく、あの、しっかりするんだけども手際がよく早いんですよね。そう。まあ、あの、 適度に手を抜くというか <laughs>。というのは、私がね、大体、あの、森林さんの教育係なんですけど、私の場合は、最初に、あの、一番大変な、うんと、一番、あの、スタンダードなやり方を教えてあげて、それは、その後、しばらく経ってから、まあ、あの、1ヶ月ぐらい経ってから、えっと、手の抜き方を教えてあげます。そう、上手な手の抜き方。 そう。まあ言ってしまえば、これだけやっとけば、もう時間がなくて、どうしようもないときは、これだけやっとけば、絶対バレないからと。そう。で、まあ、あの、時間も時間なんで、まあ、テンションが低くて、やる気がない日もありますよ。そう。で、あの、うんと、まあ、緩い職場なので、まあ、来るはずの人が来なかったとか、そう、あとで聞いたら、いや、寝てて起きれなかったんです、みたいな。うん。そんなのは、あの、まあ、誰でもね、えっ、ー、と、1回、2回はやっとくことがあると。 そう条例になると1か月に回、2回やってるみたいなな <laughs> ので行ってみたらいつも通常3人でやってるとこ来たら2人しかなかったとか、まあ、ひどい時は1人でやった時もありましたね、うんまあ、そんな緩い職場なんですけどそういう緩い職場なんですが、まあ、そういう職場の中でまあまあ楽しくやってるとそう、うん、まあね私はあの自分が LGBTQ の Q だってクイアだってわざわざ宣伝してるわけじゃないですけども まあ中にはね、えーと、宣伝しなくても、まあ、あの聞かれなくても、あの言わなくても、分、まあ、かってくれてる人もいるし、えー、と全然分からなくて、あのたまにちんぷんかんぷんのことを私に言ってくる人もいるけど、まあまあまあ、それはそれで楽しくやってます。分、まあね、かってくれる人は、なんか、あの普通に友達同士って感じでいろんなあのガールストークをするときもあるし、日常的な話で盛り上がったりもしてもう普通にね、かわいい服着ていっても、 えっと、メイクしていっても、メイクしていくというか、まああの、最近はねあの、もう深夜に起きるので、その仕事の前に起きるので、まあ、大体すっぴんですけども、まあ、前はね、あの遊びほうけてあの半分酔っぱられた状態で行ったとか、もうよくあったんですよ。うんまあ、メイクしてバッチリ バッチリもそのままあのホテル行ってもいいですみたいな感じの格好で行っても、まあ、あの,笑ってあのご、ま、笑ってくれるみたいなような職場なんですけども、まあ、そこの空気を読めない、あの、一人ね、同級生ぐらいのオムライスね、あの、方がいらっしゃるんです。彼は、あの、パソコンでゲームするの大好きみたいな方で、そう、よくね、あの、パソコンの話とかゲームの話で盛り上がってるんですが、彼はね、なかなか空気読めなくての、イケメン大好きお姉さんホイホイの、 本当お姉さんと私が仲が仲いいから、彼はあの私が彼女を狙ってるんじゃないかって思ってたみたいですね。でどう進展あったとか、まあ、そういう風に聞いてくるんだけどいや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 ここにいる男性児も女性児も私興味ある人誰もいませんから恋愛的にはっていう感じのお話をしたらいや、それどういうことみたいな感じでようやく分かってくれたみたいな。 <laughs> 私はね、本当、いけじいが好きなので、今いる職場の中にね、今いる、今お話しするね、あの深夜にやってるあのスポーツジムのお風呂の掃除の,のスタッフの中に、まあ、あの同い年の人は一人で、年上の人はそのイケメン大好きお姉さんホイホイのホイホイ系の人しかいらっしゃらないので、まあ、私の大好きなイケジーは誰もいないと。<laughs> そう まあ、あの、年上のイケージーじゃなくても、ちょっと前までね、あの、すごいイケージー、もうもうもうすぐもうもう、私この人だったら抱かれてもいいと思うぐらい素敵なあの方がいらっしゃったんだけど、その方はね、あの、もともと働いてたお仕事を、からを辞めて、自立、自立、あの、うんと、自営業になるってことで、まあ今はね、お仕事休んでると。まあそのまま多分、あの、お名前がなくなっていくっていうパターンだと思うんですよ。まあそういうこともあります。はい。まあそういうこともありますが、 な、まあ、なかなか、うん、と私が今,今いる環境の中で自分で積極的に動かなくてもイケジに会えるってことはなかなかないと <laughs> もちろんね積極的に動けばイケジなんてイケ,イケジの皆さんはあの街にいっぱいいますからねそうでそこそこお金持ってるイケジの方もいらっしゃればまあ本当あのこの人ちょっと頭大丈夫っていうぐらい本当不思議な方もいらっしゃいます私はまあそこそこお金持ってる あの、池寺も好きですけども、この人は素晴らしい才能を持ってるというか、このよくわからない感性はすごいみたいな、ちょっとね、変わってる人が大好きです。<laughs> まあ、私もね、あの、ミニマムな生活してるので、まあ、あの、相手がお金があろうがなかろうが、大したことないです。うん。一緒の目線でお話できたりとか、一緒の目線で楽しめる方と一緒に、あの、遊んでるのが好きです。はい。 ま、そんなわけですね。えっと、話はかなり断線しましたけど、まあ、どういう、あの、うんと、もともと話したかったメイクの話じゃなく、急に今日路線を変更した背景には、あの、たまにね、あの、参考にしてるトレンドを、今の、今現在進行形のトレンドを、えっと、可視化してくれるアプリがあるんですけど、その中に、なんと、元ジャニーズの男組の ライブが新潟県でも行われる場所、追加公演決定新潟ってあって、まあ、それまでね、私は男組があの復活していることも知らなかった。うん。まあ、全然知らなかった。そう。まあ、ほとんどね、あのと、ライブとかって、まあ、私はもうも16時間断食が終わるまでは、16時間断食3年間プロジェクトが終わるまでは、もうライブも当然、リソースのすべてをダイエットに傾ける。 ダイエットという YouTube じゃなくて、ポッドキャストの配信に傾けるって決めてるので、まあ、あの、関係ないゲームを持ってたんです。でもね、あの、男気味って言われると、なんかもう、もう、あの、なんていうかな、ベースの音がね、お腹の中に響いてくるんですよ。そう。私ね、あイケメンホイホイ系のコンテンツが苦手って、まあ、最初お話ししましたが、 まあ、ジャニーズも、あの、ぶっちゃけ、全く興味がなかったです。そう。まあ、小さい頃から周りに、あの、えっと、同い年の女の子たちが、まあ、学校でもそうですし、近所も、あの、いたんですけども、まあ、彼女たちはね、あの、ピンクレディとか、えー、っと、キャンディーズは行き過ぎ、ピンクレディよ、うちらの世代はピンクレディ、ピンクレディとか、一緒に踊ってましたよ。うん、踊ってたんだけど、あの、まあ、最後にはね、あ、まこちゃん男の子だから、という感じで、いつも今日、られるみたいな。 でえっと別に乱暴なことしなくてもあの 怒ったりすると、私だって怒ることあるんですよ、たまに。そうすると、いや、男の子怖いみたいな感じで、もう拒否られるみたいな感じの、ほんと不遇な、不遇な、あの、小学校で学年ぐらいだったんですけども、そう、まあそっからね、あの、高学年になる時に引っ越してからは、今度ね、男の子と女の子は一緒に遊んでるだけで、一緒に喋ってるだけで、もうあの、学校中、クラス中からクラス中のあの、男子でも女子でももう省かれるみたいな、なかなかね、創的な環境の中に、 突っ込まれて、またまた私の居場所がどんどんなくなるみたいな消化生時代だったんですが、まあ、そんなことであっても、あのー、やっぱり、あのー、イケメン男の子のプロマイド,プロマイドっていうかな、まあ、写真ですよね、あのとか、あの下敷きとかを持ってる女の子とか、あのー、大好きな女の子とかいっぱいいました、私の周りにはね。そうでも私はね、あのー、その頃からイケジー大好きだったので、 もうその頃の生ケで言うと私は、えー、っとその頃を、ね、その頃好きだったのは田中邦衛さんとかね渋すぎ <laughs> 私田中邦衛さん好きだったんだよなと、うん、えっとねえっと「タスマニア物語」っていう薬師丸ひろ子さんと共演した映画があったんですけどあれを見てもう田中邦衛さんに惚れたんですよ。 北の国からはね、私あんまりなんかストーリーが好きじゃないので、見たことあんまり見たことないんですけど、あの、タスマニア,ニア,マニア物語の中の田中邦枝さんは本当かっこよかった。うん。ああいうね、渋いおじ様好きで大好きです。うんまあ、実際にお会いした中で、まあ、感動するほど渋くてかっこいいと思ったのは、大杉蓮さんですね。大杉蓮さんもすっごくかっこよかった。 私まあ、映画関係のお仕事で、あのうん、と私が、ね、人生で初めてあの100人以上の,あの,宴,会の宴会を仕切ったえっに、大杉蓮さんがゲストで来られてて、まあその、私がアップアップしてる中で、大杉蓮さんがあの、うん君、君は今日感じって感じで、声かけてきいてくれて、でいやこれ、君いくつって感じで、当時、まあ、ただ,ただ 20, 20代前半だった。 20, 20ぐらいだと思ったな。19ってことはないな。多分21人だと思ったんですけどもあの、まだ若いのに、すごいねえなんて言って声かけてくれのてたのが嬉しくて、もう嬉しいあまりそこで号泣してしまったみたいな。まあ、そこからね、大杉蓮さんってすごい素敵な人だなと思って、まあ、大杉蓮さんはあのインディーズの映画でも、ね、声かけると出てくれるような本当に素敵な、ね、あの映画界っていうものをすごく大事に思ってた方なんですよ。 うんまあ、そこから、ねあのー、おせあの影響を受けた、ね、あの先輩方々、まあ、みんなねイケジーなので、まあ、あの今でもあの心の中にいっぱいいろんな思い出があります、はいまあ、小さいそんな中でね、えー、と私があの初めて知った当時私,の、ね、私がまだ、ね、小学校低学年の頃にしてみればイケジーですよ、えー、と中村正敏さ,さんとかすごく好きでしたねそう中村正敏さ,さんその頃多分25歳。 だったと思うんですけども、まあ、あの小学生にしてみれば、小学生低学年にしてみれば、もう二十数歳もうおじさん大好き。<laughs> まあその頃からおじさん大好きだったし、あの昔ね、太陽にほえろっていうドラマがあったんですけども、太陽にほえろのドラマに出てた、うんと、えっとね、えー、っと、えっと、ゴリさんっていうキャラクターが、ね、いるんですよ。 ゴリさん確かね最終回の3話ぐらい前でな殉職されるんだけどそのゴリーさんがまた渋くてかっこよかったんですよねそうでね渋すくて派手じゃない顔の人が好きなんですよそうだから石原裕次郎さんみたいな渋い,渋い生きじですよでもああいうね渋っけど池あこまでいい男はあんまり好きじゃないんですよね 渡徹さんとかもね私ね今渡哲也さんとかもまあああいうな整った顔の人とかあの石原軍団の池爺たちはあまりタイプじゃないんですよ。<laughs> そうそうまあどこにでもいるようなちょっとあの、うん、と影があるようなでもユーモラスでいろんなこと知ってて、まあ、あの人生経験豊富な豊富なおじいさん池爺が大好きです。はい まあ最近ね、あのインスタグラムであのな、なんだろう、絶対にさなんかあの、悪いものに引っかかってる気がするんだけど、私ね、インスタとかツイッターをやると、なぜかね、海外の,あのお医者さんから、いや、僕君のこと好きですって言われるんですよね。そう。まあ、私、フォトグラファー、写真家なので、やっぱまあ、私、自分の写真は、その気になれば、あの ものすごく綺麗な、綺麗な私の写真できるんです。<laughs> その気になればね。まあ、あの、このね、うんと、ポッドキャストに使ってるあの写真とかは、まあ、あの、うんと、適当というか <laughs> そう、あんまり気合い入ってない、まあ、たまたま、あのまあ、これいいかなぐらいな感じで、どっちかというと、ダイエットの経過を顔に、ダイエットの経過の一部として、まあ、写真撮ってるので、まあ,あ、うんと、あの、日々の写真、そんなね、あの、うんと ガチインスタグラマーみたいな感じな、インスタグラマーでいいんだっけ <laughs> っ感じね、もう本当、もう自撮りをもう、もう毎日自撮りを撮りまくってるっていうような感じではなく、まあ,あの、たまたま必要だから自撮りを撮ってるみたいな感じですね。はい。で、まあ、私のインスタグラムも2つアカウントあって、COM と JP ってあって、COM は私のもともとしかい。 まあもうライフスタイルとしてやっているストリートフォトグラフィーの写真中心。JP の方はまあどっちかというと日常的な写真とかお知らせみたいなのも載っけてますね。でまああのうん、とどちらも、ね、あの基本的にベース英語です。はいのうん、JP の方はあの、うん、と日本語の文章をセットにした画像とかも多いので、まあ、そこはあまり気にしてないんですけども。 基本的に全部英語なので、まあ、英語をお聞きに読んでいる方々からあのコメントかメッセージ聞きます。まあ、もちろんね、あのインスタグラムの方も YouTube 同様にコメント拒否してます。今日コメントいりません。コメント嫌いです。コメントもらっても返せません。ハートで OK の,のだけにして、話にしてくださいみたいな感じで書いてるんですけども、まあね、あのそうでもそこをかいくぐって無視するかのように DM 結構来きます。<laughs> そうそうそう。まあね、あの、うんと、お仕事に直結させようとしてるような DM は、まあそのままね、あの、フォローせずに、ブロックもせずに、スルーでミュートっていう感じの流れなんですよ。私ね、めんどくさいから、うん。あの、私は別にそれでお仕事したいわけじゃないみたいな。そう。さほど興味がない。そう、<laughs> うん。まあそれで、えー、っと、この間を塗って、まあ結構ね、あの、うんと、インスタの,あのプロフィールとか見て、ぜひあなたに会いたいですっていうのとか、 結構来るんですよ。しかも、えっと、なんか、軍人の方も多いよね。で、まあ、お医者さんも多いし、まあ、NGO とか、まあ、あの、社会攻撃研活動されてる方とかも多いんですけど、まあね、どれもなんかちょっと嘘っぽいというかね、なんか気が済まないというか、うん、まあ、あの、うまく、適当な距離で、うまくさーっと、さーっと、あの、さ、 あままり興味ななないいいのででごめんなさいみたいな感じでやってますもしかしたらねすっごいいい出会いがその中に埋まってるかもしれないけど、まあ、今のところはさーっとさーっとするみたいな <laughs> まあそれで男組の話に戻るんですけど男組違う男組の話まで戻らないジャニーズの話に戻るんですけどまあねジャニーズもジャニーさんが、ね、亡くなられてからまあいろんなことがあの起こってますけ、うん、ジャニーズさんがいたからこそ隠れた あの見えなかっったものものいっぱいぱあると思うんですが、まあ、あの私がね以前付き合ってまた、まあ、私、女の子と付き合ってたこともあるんですけども、も彼女は、まあ、あのすごいスマップファンで、うん、お姉ちゃんの影響って言ってたな、スマップファンで、まあ、そのジャニーズの事情をいろんなことを、ね、教えてくれたんですけども、も、まあ、そもそもあのジャニーズに興味がないと。<laughs> そもそもあのうんとテ,レビにテレビとか、ね、出てくる俳優さんの,あのイケメン君たちに興味がないと。 うんまあ、その中でも、まあまあまあ、あのうん、と人となりが分かってきてこの人、この人好きだなっていう、あのイケメンかどうかじゃなくて、その人の顔がどんなにうるさいけども、この人好きだなっていう人もやっぱりいるわけで、私なんかは、あのまあ、サッカー、サッカー熱、私もサッカー好きなんで、手越君がサッカーのね、YouTube 番組やってるのを見て、手越君はすごいなって思ったりするし、中居んは好きですね。 うん、中井くんがねあの、私たち世代の,あのスーパーアイドルといえば、バンドブームの中心だったあのブルーハートなんですけども、ブルーハートのね、あのチェーンギャングっていう曲があるんですけども、あのチェーンギャングを一人で、ね、弾き語りしてる、弾いてたかな、まあ、あのボーカルだけかもしれないけど、歌ってる YouTube があって、まあ、それはね、本当、もう本当、本家本元のブルーハートというよりも、ここに響く。ジーンと来る。 ネタなんですよね。まあ中井君のあの本当本当の歌唱力がまあ、全面出てるというか本当すごい人ですよね。そうまあ中井くんもあの病気になられてるとかまあそういうほどちらっと見ましたがまあ一日も早くあの健康な姿でまあ、テレビに出なくてもラジオに出なくてもあの生涯を応援しますのであのぜひあの。 健康なな姿で長生きして欲してていなと思ってますで私はね、見てないんですが、あの私のねあの、知り合いがね、WBC の中で中居んがあの解説されたんですって、うん、あの私、それも聞いてないし、見てもいないんだけど、まあ、その解説がすごくあの的を得てて、解説っていうか、まあ、あのアナウンスなのかな、まとえてて、本当に中居んやっぱ才能がある人だなっていうのを言ってたのはすごく印象に残ってます。 そうまあでジャーニーズの中でもやっぱあのうんと一人一人好きって人はやっぱいるんですうんそういるんですそう私はねあんま嵐とご縁はなかったんですけどもあののタッキーつばさも私すごい好きですねはい。 そう彼らが好き。<laughs> 彼らが好きであって、さっきあの翼が好きってわけじゃなくて、彼ら人間性が好き。うん、だからまあ人間性として好きな人は、まあ、ジャニーズなんかいっぱい、もういっぱいいますけども、だからってあの、うんと、あの、プロマイド、プロマイドっていうのが古いけど、まあ、写真を飾ったりとかはないですね。 そう顔が好きとか、まあ、ま、ましては抱かれたいとかは思わないですね。<laughs> 友達にはなって、友達にはなりたいと思うけど、この人たちに抱かれたくはないな、みたいな。うん。そう。そんな感じの、まあ、ジャニーズなんですけども、まあ、私の世代はやっぱ、あの、中学校にの頃に、まあ、x スジャパンがブレイクして、で、高校ぐらいか、になるくらいから、あの、ブルーハー e が、 あのもうみんな知ってるようなメジャーになっていきで、えっと、ちょっと渋いところだと、えっと、長渕剛さんがあの再ブレイクした頃だったりとか、えー、っとチャゲアスがまだね、えっと、元気なチャゲアスを聴けた頃とか、まあ、そういう頃だったんですけども私はそんな頃イケジーは好きだったんだけどアーティストとしてはザ・アルフィが好きですねザ・ギア,アルフィといえば高見沢さんとかね濃い、えっと、キャラ3人。 ケジ三3人組ですけどもう、G.R.F. は今でも好きです、はいまあ。曲も好きですよ。キャラクターも好きですよ。人間性も好きですよ。そんであの意味も分かんないトークも好きですよ。<laughs> そう,そ,う、うん、そんなわけでね、うん、G.R.F. も好きなんですが、まあ、そういう中でも、ジャーニーズとは一線発覚したあの、うん、とバンド、 K の方が私は好きだったし、まあなんだったら演歌も聴いてたし、ラップも聴いてたし、当時ね MC ハマーとか流行ってた頃ですからね、ラップも聴いてたし、洋楽も聴いてたし、洋楽のロックも聴いてました。うん、私、イーグルスとか、イーグルスとかすっごい好きで、ホテルキャロフォルニアとかよく聴いてましたね。で、ラジオもよく聴いてました。私はね、あの、金曜日の9時からやってたと思うんだけど、中島みゆきさんの FM ラジオがすごい好きで、 中島みゆきさんも大好きなんですけども中島みゆきさんの,あのラジオの声と歌の声が何であんなに違うんだろうってずっと思ってて中島みゆきさんの曲とラジオの中島みゆきは別人だと思ってました <laughs> きっとそういう方いらっしゃると思うんですよね。うん あの勉強するふりしてずっと中島みゆきさんのラジオを聴いてたっていうのがまあ私の,あの最初の中学受験でしたね。私はあの2回中学受験を受けているので、高校受験を受けているので、2回目はまあ真面目に勉強しましたけど、うんまあ、その中で最初は全然興味なかったんですけども、私、4歳年下の弟がいるんですけども、の弟がえと男組のタイムゾーンを CD を買ってもらってきたんですよ。 お父さんかお母さんかわかんないけど、まあ、そこで聞いて、えっと、タイムゾーンかっこいいと思ったのが男組だったんですよね。で、まあ、ジャニーズだから、ジャニーズで本当もう、あのもうこの名前からして、なんかちょっと、この漢字、当て字自体が私あんま好きじゃなくて、あの男組か、えー、でもこの曲いいよねみたいな感じで、どんどんハマっていき、あの最終的にはもう、ボルテージ最全開みたいな感じだったんです。 とまあそれなんだけども、まあ、まあ何が原因か分かんないですけど不遇な形ですよねあのね私の前付き合ってた方に聞くと、まあ、いろんなことを教えてくれましたが、まあ、不遇の形で、まあ、あの解散になったのかな,停止になった活動停止になったのかな、まあ、それがあの、うん、となんだっけ、えー、と期間限定で活動再開ってことであの今今というか、うんと ライブツアーをしてるんでしょライブツアーをするのかなえっと、3月何日だったかなまあ、最近チケット発売になったばっかなんですよね。あ、3月25日だから、昨日からですね。昨日、あ、だから、だからトレンド上がったのか。うん。まあ、昨日から、あの、男組の23、あの、男組2023がラストライブ。まあまあ、間違いなくラストなんでしょうね。そう。が、まあ、ローソンでチケット販売になったと。一般販売1万2500円。うん。 まあね、ほんと正直行きたい、行きたい。うん、あの大人になった彼らでも渋い、渋い CBG になった、あの、あ、CBG もいいね。<laughs> そう、IKG よりも渋 b g の方が私っぽいな。そう、CBG になったあの彼らにの声も聞きたいなと思うんだけど、まあでもね、うん、と今は、この3年間は、本当に体重を落とすために、あの 体調とすというか、あの、ライフスタイルを変えるために、えっ、ー、と、費やしていくので、まあ、ここで、あの、無駄遣いはしないと。無駄じゃないにしても、ここはもう、うんと、もう遠くから声援するだけにしていくっていうことにしたいと思います。まあ、そんなわけでですね、うんと、まあ、そこそこ喋ってる気もするんですが、そう、えっ、ー、と、私はね、イケジーため、シブジーが大好きなので、あの、ぜひ、まあ、シブジー向けに、 まあはい、まあね、ポッドキャストね、ポッドキャストを c ジが聞くとは思えないんですけどね、まあ、まあ、まあまあ、うんと、またどっかで CBG の話はしたいと思います。そんなわけで今日はあのメイクの話をしたいなと思ってたんですが、いつの間にかイケメン、ホイほい、イケメン大好きホイホイお姉さんの話になり、で、えっ、ー、と、CBG の話で収まるとそう。ぜひね、あの、ポッドキャストをお聞きの方で、男組のライブ、 行けよっって方がいららしゃったらぜひ私の分も応援してきてください。彼の渋い、かっこよく、素晴らしい歌声、そしてあの迫力を全身に受けて元気をもらってきてください。ま,あ、でした,また明日。バイバイ。